時刻は3時15分を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は夢を叶えるパートナー城北信用金庫の提供でお送りする田中特命商店女王のレシピのコーナーです。さて、今週はですね、月末ということで毎週恒例のですねゲストコーナー、今日もですね女王の上司小池雅紀さんにゲストにお越しいただきました。小池さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。そうですね、久しぶりに、今日は状態地味噌の T シャツを着て、はい、はい、そうです。今日はあの明日、はい、直売会があるのでですね。あ、そうだ、はい、その準備で、はい、今動いてまして、汗をかいてその流れでこちらのスタジオの方にインさせていただきました。汗だくでやってます。汗臭いですけど。大丈夫ですよ。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、直売会のお話はねこの後していただくとしまして、はい、さて今日なんですけれども、小池さん今日はどのお話をしてくださるんでしょうか。そうですね、お味噌のことをいろいろ話してきましたけど、ね、はい、今日はまた、その中で注目を浴びている、麹についてですね。麹、はい、そういえばお味噌、お味噌というふうにやって、お味噌の中の麹っていうのもちょろっと言ったことありますが、はい、麹についてはねやったことなかったですよね。はい、じゃあ今日は麹について早速ご紹介をしていただきたいです。わ、はいはい、かりました。はい、ですね、まず麹についてということで、はい、麹とはですね、はい、原料となる、穀物があります。うん、米、それから麦、大豆、それらをですね蒸したものに麹菌を付着させ、繁殖しやすいですね、温度、湿度などの、条件の下で、培養したものを、麹と言います。はい、その麹なんですけども、麹菌の胞子の大きさ、はい、一応菌なので、うん、そうですね、胞子というのがあるんですけども、はい、その大きさがですね、3から10マイクロメートルという大きさでして、マイクロメートル、どのぐらいの大きさかというと、はい、1マイクロメートルがですね 0.001 ミリメートルと、ちっちゃ小さすぎても見えないんですけど、ね、そんな小さなものなんですね。はい、なるほど。さて、今ね麹についてお話ししていただきました。この米や麦や豆などを蒸したものに麹菌を付着させると、はい、それが麹というものなんですが、あの今言ったこの麹菌、はい、いくつか種類があるんでしょうか。いくつか種類が、はい、あります。麹菌の種類がですね、はい、ありまして、まず黄色麹菌というものがあります。黄色、はい、色の黄色ですね。黄色ですね、はい、はい、でそれはですね主に味噌とか醤油とかですね、酒精の、製造するときにですね用いられるという種類の、黄色麹菌。黄色、はい、お味噌や、はい、お醤油など、醤油漬けですね、なるほどね、はいはい、それから次に白麹菌。白、はい、色なんですね。そうですね。はい、これは白い色の麹菌がありまして、はい、で主に、まあ、焼酎等に使われる、うん、なるほど、焼酎に、はいはい、で、3つ目に、はい、黒麹菌という、黒、本当に黒い色をした、はい、麹菌がありまして、はい、これはですね、沖縄でよく飲まれている泡盛、まさかの泡盛、はい、へに結構用いられていることが多いです。黒、はい、黒です、はい、それからですね、紅麹菌、赤とかもあるんですね。そうですね、へ、こちらの紅麹菌は、豆腐用、あ、沖縄のこれも、そうですね、はい、はい、それから、紅酒、まあ、最近はドレッシングだとかですね、お味噌の方にも、うんうん、はい、赤が使われて、はい、黄色だけじゃなくて赤も使われてるってことなんですね。はいはい、そうなんですね、はい、でそれから、もう皆さんもご存知な鰹節に、あ、よく使われている鰹節菌、はい、鰹節菌、はい、あ、なるほど、というものがあります。はい、大きく分けて今1、2、3、5個ご紹介していただきました。ね、はい、なんか鰹節の他はみんな色なんですね。そうですね。なるほど。はい、色によって使う用途が違うんですね。はい、なるほど。はい、さて、今麹菌の、ね、菌のお話をしていただきましたが、はい、今度麹についてなんですが、はい、麹にも種類ってあるんですよね。そうですね。麹の方がですね、はい、主に、よく一般に最近ブームになっている米麹。ああ、もうね、はい、これが、米麹という形で、はい、今お味噌
日本酒ですね、みりんによく使われている原料となってます。はい、甘酒にも。あ、そう、はい、そうですよね、あれ米麹ですよね。そうですね、あの最近あの酒粕から作ってる甘酒とかじゃなくて、はい、あの本当に米だけで作られている甘酒も増えてて、あのお子さんやちっちゃい赤ちゃんもまあ飲めるようなものも出てきてます、ね、ちゃんとね、はい、お米の味がほんのりこう漂ってくるんですよね、はい、なるほど、はい、その他には、はい、その他には、麦麹ですね。麦、はい、はい、これも麦味噌だとか、うんうん、焼酎の原料、うん、川口は麦味噌有名ですからね。そうですね、はい、それから、3つ目に豆麹。豆、はい、これはまあ本当にあの名古屋の方有名な、はい、豆味噌ですね。あ、なんかやりましたね、はい、おさらいみたいになるんですけど、豆味噌の原料になっている、はい、この麹、米と麦と豆と3種類あるってことですね、はいはい、なるほど、麹も結構奥が深いですよね。まあ、あの今ねご紹介していただいた菌のお話、はい、そして、麹の種類を今お話ししていただきましたけれどもね、はい、まあ、麹菌といってもね、まあ、奥が深いものだと思うんですけれども、はい、今日はですね麹菌がなんと美容と健康にいいという情報を小池さん、はい、持ってきてくださったということで、はい、お話ししていただけますか、はい、7月に出された、はい、まあ、埼玉新聞社さんの、はい、記事でですね、日本医科大の、北本和彦教授、はい、あ、薬科大ですね、薬科ですね、日本薬科大、薬科大、ごめんなさい、はい、の、記事が、はい、書かれていたので、ちょっとこちらの方を紹介したいと思います。はい、はい、ですね、味噌や醤油、日本酒などに多く含まれるということで、まあ、麹菌、菌ですね、はい、はい、菌はですね、日本の国を代表する、国菌でもあると。国菌、はい、国菌って国の菌、国の代表する、そうですね、あの、国家とか、はいはいはい、国の歌とかっていう、その国を代表する 菌のことを、国菌、そんなのあるんですね、はい、それが麹菌、麹菌、はい、あ、知らなかったです、すごい、で、その麹菌がですね、まあ今や和食には欠かせない旨味の鍵を握る存在で、先ほどもおっしゃったような美容や健康にも高い効果が期待されるというもので、うん、言われております。はい、はい、で、麹菌はですね、まあ、先ほど言ったの国菌というところなんですけども、はい、約10年前に、国を代表する、微生物国菌に認定された、日本で一番大事な菌と、いうことになってます。10年前なんですね。10年前ですね。あ、もうでも最近って言ったらそうですよ ね、へえ、はい、なるほど。で、世界でもですね、はい、国の菌を持っているのは日本だけですってこと書いてます。菌を持って、はい、あ、そうなんですか、はい、すごいな、はい、で、ユネスコ文化、はいはい、遺産に登録された和食に多く含まれる、はい、旨味のキープレイヤーということで、まあ、本当に日本独特の、そうですよね、はい、まあ、和食にはもう欠かせないっていうような、はい、国菌ですからね、はあ、さて、この、麹菌なんですけれども、はい、一体どのような効果がある、まあ、先ほど私ちょろっと美容と健康にはいいよなんてね、これは皆さん多分よくご存知だと思うんですけれども、はい、どういった効果があるんですか。あ、そうですね、麹菌のですね、持つ機能性に、関する研究というのがですね、はい、まあ、10年前に、まあ、国菌という制定された部分もあるんですけども、うん、まあ、なかなかこう研究がですね、うんうん、進んでいないというのが現状なんですけども、まだ10年ですからね。そうですね、はいはい、で、しかしながらですね、はい、ヨーグルトに含まれているあの乳酸菌と、はい、比べ、研究は少ないんですけども、その麹菌のですね、効果についてはですね、はい、乳酸菌、まあ、皆さんがよくヨーグルトを食べて、そうですね、はい、はい、あの乳酸菌と比べるとですね、はい、同じか、まあ、それ以上の価値があるのではないかということで、まあ、この夏、まあ、甘酒ブームだとか、そうですよね、はい、いろんなところでですね、その麹が活躍、はい、ちょっと有名にもなりましたしね、出てきているというと、はい、はい、冷やし甘酒でしたっけ ね、今年流行りましたけれどもね、はい、さて小池さんに今です、